はい、こんばんは。これ、生徒の課題ですね。学校の課題だそうです。2016年度の11月、高一進研模試です。2016年高一進研模試11月です。見えますかね、四角さん。二次関数 fx イコール ax2 乗引く 4ax たす1があると。ただし、a は正の定数とすると。1、fx の最小値を a を用いて表せと。2番、p を、0小なり p 小なり2を満たす定数とすると。p が p 小なりイコール x 小なりイコール 2p たす1における fx の最小値を m と置くと。で、m を a と p を用いて表せと。で、3、2の時ですね。p が p 小なりイコール x 小なりイコール2たす 2p たす1における fx の最大値を m、ラージ m と置くと、ラージ m 引くスモール m イコール 2a となるような p の値を求めなさいと。ちょっと3番がめんどくさいですね。3番が。はい、じゃあ行きましょう。1番はじゃあ平方完成して、で、a がプラスなんだから下に凸ですね。ということは頂点 2-4a たす1で下に凸のグラフと。よって、こうだから、x イコール2の時、最小値 -4a たす1と。いいですかね。で、2番なんですけども、これ場合分けだからちょっとグラフを書きましょう。そしたらね、つまりね、p から、いいですかね、p と 2p たす1、x がですね、x が p と 2p たす1、つまり 2p たす1が2より左側にある場合、すなわち、p は正だから、正っていうか0から2だから p は、だから左側に0を入れてください。0から2分の1、だからこれ、1をこっち移行して2で割ったら、p 小なり2分の1が出ますよね。で、もともと0より大きいんだから、0小なり p 小なり2分の1。の時だ。だからこんな感じの時ですね。じゃあこの黒丸が最小値、つまり x イコール 2p たす1で最小値は、じゃあ、スモール m イコール f の 2p たす1イコール、4ap2 乗引く 4ap 引く 3a たす1ですね。最小値は。はい、次。これが1番で、今度2番は、2の2は、この 2p たす1が2より右下に来た場合、つまりこんな感じ。頂点の2よりも、軸の2よりも、ちょっと右下にある感じ。そしたら、すなわち、1をこっちやって2で割ると、2分の1以上。ただし、p は、2未満だから、この2未満も入れてくださいね。ですかね。で、これ計算すると、2分の1以上になっちゃうんだけど、これも入れてください。そしたら、もう最小値だから、こうですね。x イコール2。で、最小値、スモール m イコール f2。マイナス 4a たす1と。じゃあ、以上よりこういう答え。となります。いいですかね。で、今度ね、最大値は、今の1番、2番の2番をもう2つに分けましょうか。場合分けとして。じゃあ3番。これさっきの2番の1、2番の1と全く一緒です。p が、0から2分の1の範囲。つまり、この 2p たす1が2より左側の場合ですね。そしたら最大値、最小値。これいいですね。じゃあ、ラージ m は fp。スモール m はf の 2p たす1と。2p たす1と。そうですね。あとはじゃあ、これ引くこれイコール 2a 計算しますと、ここまで行き着いて、で、a が正だから、つまり0じゃないから、じゃあ a で割ります。じゃあ、こうと。じゃあ、p はプラスマイナスルート3分の1なんだけど、今条件がこれですよね。これだから、条件満たさないと。まあ、これは解がないと。ですね。ですから p の値はないよと。で、今度、今、0から2分の1より、の間ですね、今度、次は2分の1以上なんだけども、いいですかね。これね、2番、これ、ね、倍分けだから先聞きますよ。倍分けから。これね、これとこれで2、さっきの2番の2を2つに分けました。なんでかっていうと、これっていうのは、その、p と 2p たす1のど真ん中。つまり、これ足すこれ割る2をしたらこうですよね。それが、2よりもちょっと左側に来ている場合。つまり、こんな感じ。グラフで言うとこんな感じ。で、もう一個の方の3番目は、この真ん中が、p と 2p たす1のど真ん中が、ちょっと2よりも右側にある場合。ですから、この2よりも右に、これが、右にあるか、左にあるかの違いだけで、最大値変わりますよね。最大値はここか、ここか。で、変わってきますよね。じゃあ、2番目。じゃあ、3の2ですね。今3の2。これを解くと、4だから、こうなるんか。p は1よりちっちゃくなるんだけど、さっき言ったように2分の1以上。1番は2分の1未満だったから、2番は2分の1以上にしてください。
の時と。じゃあ、こんな感じですよ。最大値、最小値。つまり、ラージ M イコール FP、スモール M イコール F2。で、それぞれこうなって、じゃあ、引いた時に 2A だから、こうですね。で、A が正だから A で割ります。こうと。じゃあ、P が解の公式で、あ、2を、2をこっちやったら解の公式で、P イコール2プラスマイナスルート2と。で、条件がこれ。条件これだね。条件これなんだから、P は2引くルート2と。じゃあ最後の3番。じゃあ今度はこの P と 2P たす1のど真ん中が2よりちょっと右側にあればいい。こうですね。はい。じゃあ、じゃあラージ M はここ、スモール M はここと。いいですかね。ラージ M は F2P たす1と。スモール M は F2 と。じゃあこれからこれ引いてください。それが 2A と。ですね。で、A が正だから、両辺を A で割ります。だからこうと。で、解の公式でこうと。で、条件これですね。これより P は2分の1たすルート2と。としてください。そこまでです。あとはまあ最後まとめてくださいね。はい。じゃあ以上になります。